だけは切り寄った。その太刀も無駄まさか。わしも切られるまで気づかなんだとは。悪霊払いはどうやらうまくいったみてえだな。体に娘の魂が戻ったぞ。桃姫、この世を去ったと思ったあなたが生きて戻り、こうして最後に巡り会うたのもきっと御仏のお導き。ああ、何から一体話したものか。語られたいことは尽きぬというのに、間もなく約束の刻限。九頭竜を封じた後は天涯孤独のあなたを置いて阿弥陀様のもとに戻らねばなりません。キスケ、世話になり同士で心苦しいのですが、お主が力になってくれるならこれほど心強いことはありません。この虎姫の最後の願い、お主に託すのは酷であろうか。キスケ様、無数の魂魄をお送りいただいたばかりか、九頭竜封じのご助力まで、お礼の言葉もございません。討ち死に覚悟だったんだが、死にそびれちまったんだ。仕方ねえから、もうしばらくこの世で暴れるとするか。それは何よりでございます。村正殿もお喜びになられましょう。なんでおめえは喜んじゃくれねえのか。俺の運の月は、おめえみてえな高根の花に分不相応に惚れちまったことだな。考えてみりゃ、俺が死んでも地獄落ちが関の山。どう転んだっておめえのいるところに行けるはずがねえや。あの世でだって一緒になれねえんじゃ、いっそのこときっぱり振られた方が少しはマシってもんだろなあ、虎姫。姉様の遺言だ。今日から姫様が俺の主。嫌だと言ってもこっちは勝手に使えさせてもらうぜ。使えると言うても、これこの通り、わらわは何も持っておらねば、給金などとても払えぬ。金づくの用心棒なんかと一緒にしてもらっちゃ困るぜ。楽に食うためなら金があるのに越したことはねえが、生きるのにいるのはそんなちんけなもんじゃねえや。さあ姫様、これからどうするか言ってくれ。鳴神へ戻って鏡の家でも再興するか、姫の命ずるまま何でもし遂げてみせる。キスケ、鳴神ではわらわはすでに死んだ身じゃ。その上、家計に男子もなくば、お家の再興は難しい。父上と姉様の菩提を弔うため尼になろうとも思うたが、まだ浮世にやり残しておることがある。この世にこれ以上妖刀で不幸になるものを出しとうない。キスケ、何でもすると申したな。ではこの願いは叶えられるか。おいらん、そりゃあんまり袖なかろうぜ。もう主と顔を合わすのが嫌でなりんせ。この後はもうわちきのところへ遊びに来てくださんすな。女郎は客を騙す者とはいえ、店へ一切注ぎ込んで、かくなる上はこのカゴツルベで、お前の命はもとより切れるだけ切って地獄への道連れといたそうぞ。あーれー、そこまでだ三品。カゴツルベとか言ってやがったな。間違いねえ、妖刀村正だ。一体どんだけありやがる。村正だけでもこの数で、恨みの数は星の数。行きがかりとはいえ、妖刀狩りなんてとんでもねえことを始めちまったもんだ。
命ばかりはお助けを。助けてやったってのにそりゃねえぜ。それにあれは峰打ちだ。しかし仕事柄仕方ねえとはいえ、あんまり因果なことを続けていりゃ、こいつは隙あらば人を斬ろうと狙ってやがるんだ。ほらな姫様、見張ってて間違いなかったろ。かすかに妖気のよどみを感じて。ご苦労であったなきすけ。しかし随分と役もたまったことじゃろう。清めというなら温泉の一つにでも浸かりてえな。裸の姫様に酌してもらって、湯けむりで月でも見ながら。バカ者、調子に乗るな。世に残る村政の作刀数々、不用意に抜こうものならその刃に心を奪われ、切れ味を試さずにはいられません。人斬りの味を覚えた先は奈落が口を広げております。月に踊る二つの影は人を惑わす太刀の狩り人、取り手を手を出し抜いて取った妖刀、その数千本。妖刀村政忍法帳、これより百鬼妖刀千本塚と名を変えて、キスケと桃姫の妖刀探しの旅は続きます。なれど今宵は夜も更けました。続きはまたのお楽しみ。はあ、これがねえ、あの悪名高い村政かい。いけねえや、あんまり見入ってると正体なくちまうぞ。へえ、この地金にこの反り、いや見事なもんだね。さぞやよく切れるんだろうね。なんだい、冗談はよしてくれ。おい、そこまでだ。